いや結構みんな、まあ、YouTube というより頭に食いついちゃったな。でもああパンツ脱いだみたいなリアクションされたな。帽子取っただけやのに。実は俺 Uber Eats したことないから、一回やり方も覚えたいし、あと知り合いのねお店が焼肉福屋さん南の、 Facebook 見てたら急に Uber Eats お昼もやってますって出てたんで、だいぶ苦戦してるみたいやから、せめて Uber Eats で注文させてもらおうかなと思ってます。ほんまにね、ご飯頼むだけですけど、それでも人との触れ合いが今大事なんでね。もしもし、お疲れ様です。どうも、カメラオンにできます？あ、どうも高島さん、お世話になります。どうもです。お久しぶりです。今どんな状況ですか、お店？今はちょっとあの貸し切りで90分の、はい。今はね、あのコロナの影響でね、一組貸し切りをやってるんですよね。ね、今だからウーバーイーツ始めたということで、ね、ちょっと偉いのは、うわーすごいな。え、これあれですか、お昼のウーバーイーツで出すんですか、それ？そうです。うわすごい高級な。ぜひということは、おすすめは今のヘレですか？あ、和牛焼肉丼にしましょう。和牛焼肉丼いいんですか今日？うん、赤身でね、こいちゃん好みのもも肉のね、和牛やから、うわそっちの方が合うかも。もうね、この方は僕があんまり脂っこすぎるのは苦手ということまで熟知してくれてますから、じゃあ、あのウーバーイーツから頼ましてもらいます。あのスープつけれます？もちろん、卵でも生わかめでも、はい。うわー、いいなー。じゃあ、今から頼ましてもらいますんで。わかりました。よろしくお願いします。こちらこそ、ありがとうございます。じゃあまたお元気で、気をつけて、コロナに。ありがとうございます。お楽しみにしてます。どうもありがとうございます。あこれ大体切るんですか？こっちで切ります。いや、俺より機械音痴な人は久しぶりですね。あ、ピザハットにしようか。コイチもええな。出てけへんやん。 あった、うまそう。これやな。いや、これか。こんなんめっちゃある。うわ、限定厚切り牛タン重やって。うわ、シャトーブリアン重あんで7560円。うまそう。あ、でも今日は直接ね、大将に聞いて、おすすめのね、これか、和牛焼肉丼、これやな。あとスープ頼もう。これでええんか、これで OK？ 魔法みたいやな。俺の携帯古すぎて、押してから10秒後ぐらいに始まったりするやろ。止まったん？なんで？ブラックアウト。今はジム行かれへんからな。ジムが再開したらジムで撮らせてくれると思うねんけど、この腹筋ではこの上っ腹にしか効かんから、やっぱり下に効かせるには足上げ腹筋がいいからね。これやね。これはしんどい。
せなあかんから、まずは腕立てやな。ちょっと YouTube やから脱がれへんけど、今ここが真っ赤になってます。ストレッチもせなあかんしな。本来スクワットするか。でもその前にね、普段はもうテレビ見ながらやってんねんけど、このひらめきね、これは私はもうロケの合間でもやるから。あと楽屋、やっぱし吉本の運動会出た時、ここだけ鍛えてたら足早まってたからな。家でできるトレーニングはもうこれぐらいやから、うちに鉄アレがないからこれしかないのかな。これを持ってスクワットします。ジム行かれへんから自分で重り探すな。届きました、焼肉丼うまそうやな。そしてスープすごいですよ。これ自分でお好みにしてくださいって意味で、これからしまで、でほらもうこれはもう電話して、先にこっちが電話してるからサービスでくれたな。これいただきます。さすが焼肉屋のね、めちゃくちゃうまい肉を、さらにもう焼肉屋のプロが焼いてくれてるからうまそうやな。お、やらかっ。昼飯レベルちゃうなこれ。またナムルもたっぷり。やっぱりね、この家でちょっと生活しだすと野菜を食べないですからね。この丼で賄えるようになってあるな。この家来てからダントツで一番ええ飯やな。もうとても YouTube で流すにはかわいそうなご飯しか食べてなかったですから、私は料理できないんで。普段食べへんだからね、たまに収録あった時のケータリングとかを食べたり、弁当あったら普段は置いて帰るけど、今持って帰ってね食べてる感じですから、貴重なのよね弁当とかも、栄養バランス良くて。あ、うまい。わあ、たりがみのクリームスパゲッティ。
ろんな家庭で叫んでるんでしょうね。でも今回はいいものを知れた。Uber Eats を使えば大概ね、自分調べの中で行けなかったお店がね、今ランチやってくれてるから、だから今外出自分ができんくても食べれるんですね。みんな動きが早いわ。新しいお店などを仕入れたら、頼もうかなと思っております。